いつも当チャンネルをご覧いただき、本当にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。今日は残念ながら、新作動画のアップロードではなく、YouTube の広告規制について、皆様のお知恵をお借りしたく思い、この動画をアップロードしました。チャンネル運営者の頭を悩ませているのは、暗号線シリーズの最終作、暗号線後にミッドロール広告が入らない問題です。暗号線5は 8月4日に YouTube にアップロードし、公開可能な状態だったのですが、アップロード直後の AI チェックの際、ほとんどの広告主に適していないという表示が出て、広告規制がかかった状態となってしまいました。当チャンネルのこれまでの28本の動画では、こうしたことは一度もなく、この時点では理由も思い当たらなかったため、直ちに YouTube に人間による審査を申請しました。そのの結果、日日後の8月7日には、 広告制限が解除された状態となったため、すぐに動画を公開し、その後は次回作のミッドウェイ回線の準備のため、あまり YouTube をチェックしないまま1週間以上が経過しました。ところが8月20日、YouTube にログインしたところ、暗号線後の RPM が他の動画より低く、再生回数と再生時間に対して収益率が低いことに気づきました。YouTube の RPM は、再生回数1000回あたりの収益を表す指標です。 暗号線後は、平均視聴時間で他の動画と遜色がないにもかかわらず、その RPM は、当チャンネルの先月の平均 RPM の約3分の1にとどまっており、この動画の収益に何らかの異常が生じていると考えざるを得ませんでした。不審に思い、暗号線後を再生したところ、プレロールと呼ばれる動画開始前の広告は入るものの、ミッドロールと呼ばれる動画の途中で入る広告が全く入っておらず。 これが低収益の理由と判明しましまた。最初に暗号線後の収益化設定を確認しましたが設定に問題はありませんでした次に他の動画も再生してチェックしたところ他の動画にはミッドロール広告が入っていましたつまりチャンネルの動画全てで広告が規制されているわけではなく暗号線後だけに何らかの理由で広告規制がかかっているということになります AI 審査に引っかかったこともミッドロール広告が入らないこともいずれも初めての経験だったためかなり困惑しましたが Google 検索で調べたところ思い当たる点が一つありました YouTube は銃器の描写に関する規制が厳しく動画アップロード時の実行診断プログラムでもそうした内容ではないかが問われます暗号戦後はポーランド・ソビエト戦争や日中戦争などの説明場面で 人が銃を構えているスライドを多数使用したため、それが AI 審査に引っかかり、ミッドロール広告が入らないことの原因ではないかと考えたのです。そこで、暗号線を再編集し、そうした銃器に関連するスライドを、他のスライドに差し替えたバージョンを作成し、YouTube にアップロードしてみたのですが、こちらもやはり AI 審査に引っかかり、広告掲載に不適当な動画と判断されてしまいました。こうなると、チャンネル運営者としてはもうお手上げで、 何が広告規制の原因だったかも明確ではありません自己診断プログラムと AI 審査に乖離がたびたび生じるとチャンネル全体に対する広告評価が低下するという話もあり今となっては別バージョンを作ってアップロードするという選択が正しかったのかも疑問です困り果てたチャンネル運営者は視聴者の皆様方のお知恵をお借りしたくこの動画の作成に至ったというわけですチャンネル運営者が 視聴者の皆様にご指摘していただきたいのは、まず、暗号線後のどの部分が AI 審査に引っかかり、広告掲載に不適当と判断されたかという点です。暗号線後には、チャンネル運営者が全く無自覚な、何らかの問題箇所があると思われ、この点が不明確なままでは、今後どういった方針で動画作りを行えばよいかに、常に不安を抱えることになるため、動画制作に集中しづらい現状です。 暗号線後にミッドロール広告がつかない状況は改善可能なのかあるいは今後動画を制作するにあたりこのような広告規制を回避するために注意すべき点は何かということです暗号線後はこれまで個人的に抱いていた日本の暗号解読に対する先入観が動画制作前の下調べの段階で大きく一変したという点で個人的に極めて思い入れのある動画であり問題箇所の修正でこうした現状が改善可能なら 修正の後再アップロードしたいいと考えています状況が改善しない場合これ以降の動画は20分弱の短い動画を多数連ねる形となるかもしれません以前の動画より多少見苦しいものとなるかもしれませんがご理解のほどよろしくお願い申し上げます視聴者の皆様へのお願いは以上でありここからは当チャンネルの由来と今後の展望などについて若干無駄話をして この動画を終えたいと思いますチャンネル運営者が戦士動画の作成を思い立ったのは2021年の春頃でしたきっかけとなったのは ai を使用した自動翻訳アプリの普及です ai 翻訳アプリはこれまでの自動翻訳に比べて日本語の精度が格段に高く当初は海外の戦士サイトをただ読み漁るだけだったのですがそのうち日本語の戦士関連の著作と 英語の選手サイトの知識を総合すれば、これまでの選手本とは違った切り口で、自分なりの選手解説ができるのではないかという思いが生じました。こうして作成したのが、2021年10月にアップロードした動画、開戦前夜、および開戦直後1、2だったのですが、それまでの動画制作経験が全くゼロだったため、下調べから動画制作、そしてアップロードまでに、3本の動画で4ヶ月近くを費やしてしまいました。 動画制作の手順は、まず対象となる戦いについての下調べから始まります。最初に日本語文献に当たった後、英語サイトの情報を集め、時系列順に情報を配置するのですが、こうした作業に平均すれば1ヶ月程度を費やします。下調べが最も短期間で終わったのは、インド洋作戦シリーズだったのですが、これは参考資料としたロバート・スチュアート氏の論文の完成度が驚異的に高く、 他の文献を調べる必要が全くなかっったためでです逆に下調べがいつまで経っても終わらなかったのが暗号線シリーズです暗号線の分野では、出版年代の古い著作の記述が、暗号関連文書の機密指定解除によって、ほぼ全否定されており、比較的最近の著作でも、細部に見解の相違がかなりあるため、調べれば調べるほど、動画が作りにくくなるという恐ろしい泥沼にはまりました。 実は動画制作を開始した当初はここまで細かい戦士解説に需要などほとんどないだろうと考えていました動画真珠湾攻撃4で特別攻撃隊の5隻の小標的を扱う際もこれほど光の当たらないエピソードに関心を持つ人などほとんどいないだろうと思いつつそれでも真珠湾攻撃シリーズの下調べの中で特別攻撃隊のエピソードは個人的に極めて印象的だったため少しでも多くの人に その印象を共有してもらいたいという思いでこの動画を作成しましたこの真珠湾攻撃4が視聴者の皆様に予想外のご好評を賜ったことからやたら細かい戦手解説にもそれなりに需要があることに気づきこれ以降どんどん話が細かくなり動画の本数の尺もその分増加していくことになりました暗号戦シリーズでは動画本数がついに5本時間も 5本中3本が1時間超えというチャンネル運営者本人も呆れるような、長大なシリーズとなり、これを毎回ご視聴いただき、丁寧なコメントまでいただけることには、感謝の言葉もございません。次回、動画で解説予定のミッドウェー海戦は、インド洋作戦シリーズ以降の集大成となる大きな区切りの作品となるため、これまでより、さらに長大な動画となる可能性が大ですが、視聴者の皆様におかれましては、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。 そうして下調べを終えた後動画制作にかかるわけですがこの手順の中で最も手間がかかるのが地図の作成です m a p s ォ f r e e のサイトから地図をダウンロードし手作業で地名のラベルをつけるのですが写真にテロップをつけたスライドショーの部分に比べて数倍の時間がかかります地図を多用した時系列の解説は戦士本を多く読んできたものとして強いこだわりを持っている部分なのですが実際自分がやってみて 他の人たたちがやらない理理由もある程度理解できた気はします地図を多用した戦士動画は作成の手間に比してそれほど見栄えのするものではなくおそらく動画収益で生計を立てようとする人たちにとっては魅力的な選択肢ではないと考えられます個人的には長尺と動画制作ペースの遅さは当チャンネルの個性だと半ば開き直っているのですが ひどく非効率な動画制作スタイルを選択してしまったことに後悔がないといえば嘘になりますとりあえず今のスタイルと情報密度でガダルカナル島の戦いが終了するまでは制作する予定でいますがその後については自分の体調や視聴者の皆様のご意見なども参考にしつつ持続可能なスタイルを模索していきたいと考えています最後に 現在下調べ中のミッドウェー海戦の動画内容について簡単にに説明したいいいと思いますミッドウェイ海戦については2007年に出版されたジョナサン・パーシャル氏とアンソニー・タリー氏の著作「シャッタード・ソードが」が米側でのミッドウェー海戦研究の代表的著作として知られていますアメリカ人の手による著作にもかかわらず多くの状況を日本海軍と機動部隊の視点から描いていることが特徴で ミッドウェー海戦をめぐる多くの神話や伝説を緻密な交渉によって修正するものです当チャンネルのミッドウェー海戦解説動画はこの著作に基本的に依拠しつつ日本側著作との比較などを通して動画としてのオリジナリティを出していきたいと考えていますアップロードは海戦経緯についての説明部分を11月中に公開し考察・分析部分を今年中に公開したいと考えていますが 予定が遅れることがあっても早くなることはないと思われますこの動画は以上です今後とも当チャンネルをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます